帰ってください。でも、せめて謝罪の手紙を受け取ってほしくて。いりません。もう二度と私たちの前に姿を現さないでください。でも、僕は心から謝罪を。いいですから。でも、帰れって言ってんだよ。この人殺し。 二ヶ月前、暑い、暑い、あまりにも暑い、夏の日、僕は人を殺したのだ。小学生の女の子だったのだ。僕の家の前は通学路になっていて、その子はいつも、天使のような可愛らしい笑顔で元気に通学していたのだ。そんな女の子の姿を毎日2階の窓から眺めるうちに、 僕は女の子に恋心を抱くようになっていたのだ。でも、40代、無職の自分と女子児童ではどう考えても釣り合いが取れないのだ。告白しても気持ち悪がられて振られるに決まっているのだ。この恋は絶対に叶わない。絶対に。そう思うと胸が苦しくて苦しくて、どうしようもなく切なくて、 僕は女の子を殺したのだ。無計画な行動だったため、僕はあっという間に警察に特定され、犯行を犯したその日のうちに逮捕、拘留されたのだ。そして僕は誘致所の中で自分のしたことの罪の重さを徐々に理解していったのだ。現職総理大臣のお父さんがお金と権力を使って、 不起訴処分にはしてくれたけど、僕が人を殺した事実は決してなくならないのだ。僕はなんてむごいことをしてしまったのだろうなんで何の罪もない子供を殺してしまったのだろう後悔してもしきれないのだ。ごめんなさい、なのだ。